おらごく。お、なんだ、なんか野沢雅子の中身ってやついいんじゃねえか。あ、一番さん、チェンコお願いします。はい、一番です、よろしくお願いします。さあ、ということでね、なかなか今日もね、癖が強い村っぽい感じがしてるんで楽しみです。6人初心者村です。昨夜死んだのは2番、発言してください。はい、これ嵐です。2号人狼です。5番、なぜ自爆しろ。せーの、まもなくゲームスタートです。そして人狼でした。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。3番さんか4番さんあたり噛みますか。いいですよ、じゃあ3番さん行きましょう。はい、よろしくお願いします。これ潜伏していいですか。はい、いいですよ。はい、潜伏します。はい、占い出ます。ということで占い師です。今回はですね、7人魔女局に来ています。1個前とその前と残念ながら嵐にやってしまいまして、まともなゲームができなかったんでね。やっぱりあの金曜日はね、嵐が多い。朝が来ました。昨夜死んだのは蘇生温存盤面ということですね。3番、発言してください。発言してください。正直僕は遺憾に思っております。さっきも復活したハゲみたいな人と同存して初日噛まれました。はい、僕はなんか知らないけど基本的に初日噛まれる役職らしいです。で、僕上市さっきあのちょっとあの黒市行ったんですけど、見事にやら外しちゃったんですけど、僕は素直に今日こそ26ロロ、今日は26ロロ、今日は 2番さん釣りか6番さん釣りでいいと思ってます。はい、よくあるんだけどね。あと転校してほしい。僕はこれは基本的にはやった方がいいと思ってるからね、転校はね、大事だな。そして最後に言いたいのは、1番さん期待してます。マジでファンです。大好きです。よろしくお願いします。ありがとうございます。1番さんの発言に期待したいと思います。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。3番さんの発言を聞いた結果、なんだろう、難しいな、言っていいのか分かんないけど、7人目初めての試みだから進行論とか持ち合わせてないんですよ。1周目の1番手ということで僕の色落ちがないと思うんですけど、3番の発言、あれどう触れろって言うんだろう、難しいな。勘で26ローローって言った時でしょ。それに関してはどうでも言えるで、色落ちにつながる要素じゃないし、ただ分かってるのは占い師が死んでないってことだけですよ。難しいな。5番さん、テンプルディーンの進行論を言ってほしいかな。これならばね、それぐらいかな。以上です。5番は発言してください。はい、5番です。よろしくお願いします。ピラミッド陣営です。4番さんからいただいたんですけれども、そうです。多分、占い師が2人出て、蘇生盤面なんで、多分占い師からじゃないですかね。で、魔女さんは魔女さん出るタイミング任せればいいと思っています。3番さん、ちょっと気になったのが、僕村だったら、まあ、占い師とかじゃなかった。たらちょっと村なんで、なんか二人ロマン残ってますみたいなことをなんか僕だったら言うかなと思ったので、ワンちゃんもしかしたら連れてるのかなっていうか、地神して蘇生できなかったのかなってことですかね。いや、でもそれはあんまり落ちちゃいけないと思ってるので、とりあえず二人ロいるって考えて、ね、とりあえず占い師さん出てから考察したいと思っています。お願いします。6番発言してください。はい、おはようございます。現実世界ではこんばんは。そうですね、3番さんの地神っていうのはほぼほぼ俺はないと思ってて、二人狼いると思った方がいいと思う。3番さんに関しては人外であれば占い師匠にならないとすると思うんだよね。だから3の地神っていうのはほぼほぼないと思っております。まあ、3番さんは26って言ってたよ。どうする、2番さん26だってどう。俺人狼じゃないけど2番さん人狼かもしれないね。俺は自分の印って知りません。4番さん5番さんに関しては特に色落ちはないかな。ただ3番さんが人外っぽく見えたって言ってたのは5番さんか。俺は3番さんは人外だとは思ってないから、人外であれば絶対占いなり何なり出てくると思うから、ただそれだけ。ただ黒良さとも何でもないと思って、そこが引っかかるんだっていうふうに、はい、占い師出てくると思うんで、そこから精査していきたいなと思います。7番のプレイヤー占いでしょ、絶対発言してください。はい、7番です。占い師です。占ったのは4番さん占いました。あの狼探したくて4番さん占いました。白です、4番さんが。で、もし1番さん2番さんがね、この後占い対抗出てくるんであれば、自分とその対抗で精査して、その占いをどっちか釣ってください。で、魔女さんは残った占い、自分が残ったら自分殺してもらっていいです。4番白っていうだけ残しておきます。はい、
で3番さん狼だったら占いロラで終わる可能性あるんですよ。3番狼であればね、3番さん魔女もないし占いもないんだよ。ちょっとね、まあちょっとごめんね、白の4番さんに言うけど、そう魔女も占いもないの3番さんは。だからそうしてもらっていい？もし 1,2 で対抗出てくるんだったら7と精査してもらって、どっちか釣ってもらって、それで殺して魔女は残った。1番発言してください。おっす、オラゴク、オラ裏にした。オラは2番の左隣の2番のやつ占って、2番のやつは白っちゅう風に出てるぞ。一応のオラ目線では7番のやつが一応黒ってことは確定でいいんだけど、ただ今言ってたことすげえ白かったから、どうしようかなって正直思っちまってる。で一応そうだな、4番のやつに今7番のやつも説明してたけど、3番のやつは人狼の CEO、 人狼じゃねえ、間違えた、占い師の CEO もしてねえし、なんだ、魔女の CEO っていうかその毒殺とかもしてねえし、そういうところを見ると一応3番のやつは普通にスムラってことでいいと思うぞ。で5番のやつもそのなんか地神の線はどうのこうのって言ってたけど、普通に地神の線は追わなくていいんじゃねえかなって思ってる。でそうだな、正直魔女局であっても、まあ、確かに魔女局ってその裏根のその場所のセオリーはねえとかって言われたりとかするけど、やっぱなんて言うんだろうな、ちゃんと新芽取りてえなって思ったら左の裏に占うんじゃねえかなっていう風になんとなくオラは思ってっぞ。2番発言してください。はい、2番村人陣営です。あーそうか、3番さんが1番さんファンっていうのを理解した。そうそう、半分しか見えてなかったかな、名前のね。どう、7が4白、そうね、結構やばいんじゃないかな。俺は6入れるかな。6入れます。6入れる。うん、6、うん、よくわからんが多分6は狼だと思う。直感ね。直感すぎるだけで合ってるんだけど、うち、その位置で、占い師をしないのは結構神明高いかなと思って。7番さんは神明高い。6入れます。6入れます。囲いを見てもいいようなレベルで2番のやつが怪しかったんだけど。4番のプレイヤーは占い師とか7412ですよ。普通に2番の6入れる発言っていうのと、1番のその神明高い、7面も神明高いって発言を俺単純に理解できなかったんだけど、単純に2番単体で理解できないっていう要素を持っているからこそ黒かなってすげえ思っちゃうんだけど、7番が選べるっていう点において4でしょ。少なくとも真の占い師だったら左普通に占ってほしかったな。僕目線7番はもう 2人発言を残していて、普通に左に出せなかったローで、かつ理由をつけて俺に出したとしか思えなくなっちゃったかな。盤面的に言うとね、ただ単に2番の言ってることが分かんなかったから、それ以前に。ただ普通に7-1どっちかつって魔女が1匹殺せばいいんじゃないのかな、この盤面って違うのかな。まあそうすると発言精査だけになっちゃうのか、それはまた難しいと思うんですけど、俺はそれでいいと思ってます。7-1どちらかするかな。現状は7かな。5番発言してください。そうですね、とりあえずまあ占い精査だと思うんですけど、確かに2番さんのそのグレーから行くのが、1番さんは2番さんに白ですよね。はい。で2のそのグレーから行くのがちょっとよく分からなかったです。そうです、一番さんにも言われたんですけど、とりあえず6人いて今占い師が2人出てるんで、まあ、3の地神は、考えるのをやめました一番さんに言われたように。そうですね、7-1の戦争か、超難しいな。4番さんは7行くんですよね。いやでも普通に、いやハークモラって今から言うのちょっときついんですけど、普通に2が黒く見えちゃったんで、普通に、1番さんが黒く見えちゃいますよね。そうすると1に入れるかなっていう感じですかね。6番さんお願いします。6番発言してください。今の発言、みんなの発言聞いて俺は白い位置を決めた。もうこのゲームで俺はその人絶対に釣らない。それは4番かな。4番さんはめちゃめちゃ白いと思ったよ。7-4は見えないし、1-4も絶対ないでしょ。7が4白だから。4番めちゃめちゃ白いと、煮叩きにしても、7を偽に見る姿勢にしても4番さんはめちゃめちゃ白いと思った。俺7-5か1-2かなっていうふうになってるから。2番さんの把握に関してはよく分かんないんだけど、2番さんは俺が黒いと思ったんでしょ、じゃあ理由言ってほしいかなと思ったし、5番さんは7番さんを若干擁護してる気がしたし、7番さんに関しては、どっちかつってどっちか毒殺してっていう、なんだろうな、生存意欲がないから狼なのかな、狼としてはちょっと不成立かなっていうふうには思うんだけど、真としても絶対に釣られちゃいけないと思うし、毒殺されてもいけないと思ったら、7番さんってなんでそんな生存意欲がないのかって思ったら、で5番さんに関しては、2が黒いから1に行くっていうんだけど、なんかそれで57のが見えるかなっていうふうに見えるから、2が黒いからっていうか71の精査が大事かなっていうふうに思
初日の老老囲いがあるのかなっていうふうに思って、ってなると俺は2は白くて7号なのかなっていうふうに、めちゃめちゃ白いんだけど、まあ、4は最白かな、12か7号かなって思ってる。71の発言を聞いて決めたいと思っております。もう4番さん白木、俺約束する、4番さん絶対釣らないわ。7番発言してください。はい、7番です。ほんとね、6番さんも分かりました。あの絶対今夜は魔女出ないでね、絶対魔女出ないで。でもし1番さんね今日釣ったとしても自分毒殺してもらっていいよ。4番さん白っていうのだけは残してるから。で、今私が思うのは1番さんと5番さんだと思うよ。5番さんが LINE 切ってきたんだと思う。7を親身に送る理由ってなんだろう。まあ2番さんが黒いからってこと。でも2番さん把握漏れなんでしょ。まあその、まあ2番、まあ1、2ってあるんだけど、まあなんだろうな、その何、白いか黒いかっていうと、まあ5番さんの方が黒いと思ってるから私は。魔女は絶対出ないで、今夜は。で、明日、3人の場面にして、絶対。自分殺してもいいから。1番発言してください。あのなんか7番のおめはなんでそのなんか3人盤面にしてもいいっていう風に言っちまうのかな。なんか俺そこが全然よくわかんねえんだけど。で、一応2番のやつはさっき正直めちゃめちゃ黒かったけど、あの白だからな、そこはあのちゃんと間違えねえでくれ。で、あと2番のおめもあのちゃんと聞いとけ。で、そうだな、正直1周目オラも7番のやつが4番占って白って言った時にワンチャン74の囲いはあるのかなって思ったんだけど、2周目の4番の発言聞いてなんかその7に白出されてるのにあんだけ7のことぶったたけるってところを見ると、正直4番のやつは真っ白なんじゃねえかなっていうふうにオラも思ってる。そうすると、7番の軸として考えて5番か6番っていうことになるんだけど、6番のやつは1周目考察結構伸びそうだなって思って2周目マジで考察伸びたっていうところも考えると、正直4番最終で時点で6番って感じだ。で、そうなると必然的に7号って感じにオラとしてはなる。ということで今日はちゃんと7つってくれ。2番発言してください、はい、すいません、ごめんなさい、把握漏れでした。3番さんが1番さんファンとか言ったら、ごめんなさい。7つ精査に関しては1番さんが僕に白出してくれてるんだが、正直よくわかんないかな。6さんに関しては、6さんに関してはいいかなと思って、いいかな、黒じゃないかなって僕は思って、白マークつけてる、村人マークつけてます。71どっちかに入れます。よくわかんないですね、よくわかんない。みんな頑張ってくれ。おっす、オラ悟空。投票を始めてください。酔っ払ってんのかな酔っ払ってんのか。2番さん、ありえん、2番さんやばいって、占った先が黒すぎるって。まあでも逆に理論だけど、もう何言ってるかわけわかんなくなるけど、逆に白いだろ、もうここまで来たら。1番発言してください。待て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 、まあ、7番のやつもわかる、まあちょっと6番のやつがオラに入れてのもよくわかんねえけど、2番のおめえは一番よくわかんねえぞ。ちょっと待って、なんでだ、何が起きたんだおめえに。ちょっと待て、おいおいおい、と7番のやつがどう考えたって怪しいだろ、おめえ目線で見ても。だってもう考えてみろ、7番のやつとしてはもう1番と2番しか残ってねえ状態だから、左側に白なんで怖くて出せるわけねえじゃねえか。出すとしても黒しかねえぞ、だから4番いったんだろ。もうそこはなんとなく頼むぞ、分かってくれよ。それ分かってくんねえとちょっとなんともなんねえぞ。そこはここちゃんとあの偽物つっとかねえとオラたちめちゃめちゃ不利になっちまうんだから頼むぞ。で、一応魔女のやつはこの後毒殺をするってことを考えるんじゃなくて、噛まれた位置がなんか狼っぽいのか村人っぽいのかを考えて蘇生することを考えた方が絶対いいぞ。7番ちゃんと釣ってくれ。7番発言してください。そうだね、あのこのまま同票でいいんじゃないですかね。同票で、はい。で、魔女さんはあの蘇生するかしないかは任せる。で、自分ね、6番さんが俺魔女だと思ったのね。だから1号で繋いだんだよね。2番さんハート漏れしてて、まあ結果でも自分に入れてきてるんだけど、でも5番さんがそうなんだよね、1番さんに入れてるんだよね。と6番さん魔女だと思ったの自分。だから魔女が他にいるんだったら16だと思う。2番さん相方ってなんかすごい安直な気がして、どうなんすかね。今そう思うと6番さんが怪しいのかな、魔女っぽく出ようとしたのかなって感じかな。ね、6番さん魔女だと思って1号だと思った。投票のままがいいと思うよ。投票を始めてください。いや、そこは7番つってくれよ、頼むぞ頼むぞ。そこは票変えるかな、ちゃんと。さあどうなる。
土俵ドゥ票ですか、ドゥ票ですか。夜が来ました、目を閉じてください。見てーけどな、地紙した方がいいかな。人狼は目を開けてください。おはようございます。どうする、人狼はワンチャン、ワンチャン僕地紙もありかなと思ってます。マジ？そう、多分蘇生してくれると思うんですよね。じゃあ行く？いいよ。はい、地紙して生き返ったら6シール出します。オッケー。頼むぜ悟空。よし。6番さんすごい上手な人だよね。3番さんと話したかったな。朝が来ました。ワンチャンね、生き返らせてくれると思うんだよね魔女。昨夜ダメだった。1番。ダメだった地紙が。2番のプレイヤーは発言してください。ロックロー。なんで1噛まれるんかなっていう。なんで1噛まれるんだろう。シーン結構あるかなって思っちゃうけどね。ロックロー。1目線、シーン。お亡くなりになった一目線でも6ロ終わるかな。まあ6でもいいけど。多分24が、うん、微妙。多分24が発言聞いてちゃんと考えます。その時間中にね。キャッ！くそー、生き返らせてもらえると思ったんだけどな。でも多分7番に発言してください。そうか、難しいな。37は絶対にないわけじゃん。多分仮に少ない可能性を負って3がローだったとしても7は自分のことをロラしてもいいと思ってたけど3673はないわけじゃん。みんなそんな時間見合うの？とりあえずロラっとけば一郎釣れるってわけでしょ。そういうことだね。その後からでいいんだよね。ロラってからじゃ遅くはないよね。だって71でローで出てるんでしょ。普通にロラってからでよくないのか。ロラってからでいい、ロラってからでいい、全然いい。2番さんはその発言が出てこなかったのはなんでなんだろうってすげえ思うけど、1番が時間して蘇生待ちっていう考察も別にできるわけでしょ。そう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 、そこを追わなかった2番さんっていうのはどうなのかってすげえ思っちゃったんだよね。いいね。うん、俺は7行きたいけどな。いいよ、別の視点からでいいよ。6番だ、うん、俺は今日7行きたいかな。5番のプレイヤーは7黒だったら発言してください。そうですね、とりあえず安定って7だと思うんですけど、魔女出るタイミングって狭めた方がいいんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですか。でも6番さん出ないってことは、あーそっか、難しいな。でも6普通に魔女じゃなくて人狼かスムラってことでしょ、今出ないってことは。5魔女かな。じゃあ僕目線24どちらかにいて、とりあえず7ですかね。魔女さん、いやーちょっと、いやでも本当に7が、いやないか、7が、いや7ですね。はい、6番いいよいいよのプレイヤーは発言してください。あのね、まあ6、7のランなんだけど、まあ7番さん目線俺黒出すんでしょ、俺スムラなんだけど、じゃあ1、6ってことでしょ。あのね、で2番さんは村目線絶対に隠しろね、隠しろ。4番さんはなんで2番さんを疑ったの、村目線隠しろだよ。7番さん目線も2は隠しろ。4番さん魔女ね、じゃあ5番さんじゃない、7号じゃないかなと思ってる。3の地紙は絶対にないと思ってる。7号かなって僕は思う。っていうかそれしかないと思う。3がローだったら73、ただ73っていうのはほぼほぼないと思ってるから7号。もう今日は6、7の決め打ち盤面ですね。僕行ったら負けます。その時点でゲーム終了、終わり。1番さんが噛まれたように考えてください。1番さん死んだからです。ただそれだけです。それ以外何もない。はい。今日は7番さんに行ってください。はぁ、なんで魔女4番さんは1番さんを蘇生しなかったんかな。今日は7番さんに行ってください。明日5番さん行けば勝てます。4番さん魔女でしょ。2週。7番。発言してください。はい、7番です。まあもう魔女さんに言うのもあれだけど、占いが噛まれたら蘇生してほしかった。自分は6番さん占うのを断言してたでしょ。理由、6番さんが魔女だと思ったから。で結果自分に入れてきたから違うと思った。で4番さん魔女でしょ。まあそれは分からなかったけどね、4番さんが魔女かどうかは。もう6番さんを自分占うって言ってたんだよ。だから1番さん地神してるの、地神して、それで新名を取ろうと思ってんの。自分が6を占うのも分かってるから、1番さんは。1番さんと6番さんはね。だからいいよ、自分釣り飲むけど、4番さん噛まれるからね、絶対。それでまあ、6に毒殺してほしいんだけど、まあ勇気なければ、それはしょうがない。新名が取れなかった。自分はちゃんと黒考察をちゃんとしたつもりでいると思うよ。投票を始めてください。いやどうなるかな、どうなるかな、これ微妙だぞ。でもとりあえずローラーで7番は言ってくれるとは思うんだよね。魔女でも蘇生しない魔女だから多分毒も使わないと思うんだよね。蘇生しないのに毒使うとかだったら魔女より悲しいよ。7番。
のプレイヤーが選ばれました。とりあえずそこはね、安定だよね、安定だよね。これでみんな疑心暗鬼モードだね。7番発言してください。発言してください。はい、7番です。あのまずさ、377円でこれで分かったでしょ。そんなにじゃあ言う、自分釣り飲むって3黒ありえたから自分はそれ言ったんだよ。魔女さんはその1から2出てきたら、そのもし自分が何残ったとしても自分殺していいよって、4白は出てるからっていう結果だけ残して、そのね、4占いが怪しいっていうのは、それはね、あのなんていうの、勝手な妄想になっちゃうよそれは。だってそんなの左占わなきゃいけないって理由なんか一個もないし、自分は狼当てたいから占ってる、新芽が下がったって構わないから、狼探したいから4番さん占ったっていうだけだよ。で6番さん占った理由も多分自分2人でなった時ちゃんと理由言ったと思ってる。夜が来ました。ごめんなさい6番さん、ごめんなさい。いやーマジ復活させてもらえると思ってたわ、本当に6番さんごめんね。いやこの場を借りて謝罪いたします。誠に申し訳ございませんでした。これはさマジで蘇生させてくれると思うじゃん、そこはマジでダメだったか。さすがに占い師噛まれたら蘇生させてくれると思ったんだけどな。もう完全に4番さんは俺の芯を切ってたっていうことなのかな、それともなんとなく蘇生しなかったって感じなのかな。あ違うか、初日釣ってないからか、初日釣りが発生しなかったから。朝が来ました。そういうことか。昨夜死んだのは、噛むんだ。6番ちゃうわ、あ間違えた。4番。うわー毒殺はするんだ、それは辛いわ、それは辛い。ありがとうございました。いやーこれは申し訳ないね。はい、ということでね、今回はこんなところで終了となります。いやー地神が失敗か、残念です。ということで皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。うわ地神失敗してんだけどダサと思った方はぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。